トラコについていったゆみちゃんが心配ですねこんな時に家政婦の大野さんがいてくれたら第16週、女もともとは男やもめにうが湧き女やもめに花が咲くなのかな日本語難しいです意味は一人暮らしの男はとかくか事がおろそかになり身の回りが不潔になりがちだが 女の一人暮らしは小切れいで周囲の男たちにもてはやされる。やもめは本来独身女性を指す言葉であり男性に対してはやもをという言葉が使われていました。しかし平安時代になると男女共にやもめと呼ぶようになり特に男女の区別を明確にする際には男やもめ女やもめという表現が用いられました。 現代においてはやもめは未婚者ではなく結婚経験のある男女を指す言葉として使われていますがこのことわざにおいては未婚者についても言及しています。とのことですね。やはり日本語は難しいですね。特に法律で使われる日本語は一層難解です。そうした言葉を理解し使いこなしている。 トラコのような法律家たちはやはり非常に頭が良いと感じますしかしそのために人によって解釈が様々に生まれるのかもしれませんそのように思いますがどうなのでしょうかさて次週のあらすじです桂葉や滝川原に見送られ新潟地火災三条支部に赴任したトラコは支部の職員たちや 地元の弁護士である杉田太郎らから温かく歓迎されます。家では親子2人の生活が始まり、トラコは娘のユミとの関係を改善しようと努力しますが、なかなかうまくいきません。そのような状況の中、山の境界線をめぐる現地調停で、書記官の高瀬と申し立人との間にトラブルが発生します。どうやら 高瀬には何か事情があるようでトラコは断られるかくので高瀬に向き合います。